ス、なんでじっとしていないんだ俺の肉体は。アナスイ、どこ行った。もしもし、警察ですか。足りるか、店のテーブルを吹っ飛ばしやがって。ん、うん、脱獄囚に似た人物がいたとの通報で付近を調査中。私に顔を見せて質問に答えてください。お、今そこにいた親父は。原作ストーリー通りの出来事だな。あんた、これからかい。ストーリーだと。なんだこいつは。ヤギなのかチョコなのか。唯一助かったのは末っ子の小ヤギ。腹綿の代わりに石を詰めて池に。敵スタンドの目的は俺の肉体ではない。他で聞いてくれ。おや、あなた。私の名前はゴッホ、ゴッホの自画像です。お母さんがハサミ持って戻ってくるぞ。来んのかこの野郎。てめえ。絵本や漫画にとどまらず、あらゆる芸術作品に対して広まっている模様です。しかもスタンドそれ自体は無敵。倒すのは本体しかない。ご存知ですか。俺に近づくな。蹴り飛ばすぞ。ピストル自殺で閉じるまでにね。この敵はウェザーリポート。ダイバーダウンが扉の内部を変え、ダイバーダウン。ストーリー通り、それにしかならない。石だ。石を持ってこい。まさか空か。弱点は俺自身が攻撃されること。取り囲む者たちによって守られ、押し上げられ、彼女さえその存在の一つに過ぎ。転がり落ちていくだけの人生を、ただ理由も分からず生きてき、この俺を今まで苔にしてくれた社会が。過去観測された最大のハリケーンでも時速280キロ。まずい。貴様、その銃に近づいてみろ。専門家によると、このファンタジーヒーロー事件で最も打撃のあるのは、なんだこの本は。見せてみる。なんだそいつは。うわぞ。アナスイ、お前も俺も無傷の肉体のところへ。ねえ、ねえってば。なお、なぜかピノキオだけが復活してこないとの情報が。ひょっとしてまだあの時の車じゃないわよね。そうして。言っておくわロメオ、どの電話にもいいわね。君に対してやった裏切りをどうやって償おうか。面会にも行こうとしたんだよ。でも禁止されて。あんたのこと恨んでなんかいないわ。お金は今1000ドルくらいしかない。もしもし、僕はパームビーチ在住のロメオジッソと言いますが。早速電話してるぞこいつ。いえ違います。もちろんまた電話が来たら通報します。お姉ちゃん、お姉ちゃん、すごいよ。お姉ちゃんの元彼、本で読んでるだけと体験するのはやっぱ違うよな。へえ、これが自動操縦か。なるほどね。感じるやつの存在が。うん、僕のまぶたが降りてくるよ。上がんないよ。おそらくこれは敵の攻撃けど、何をされた。ほら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 。くしょう、どんなに速くてもやつの位置さえ分かる。今ヘリのスピードは時速何キロ。170、200。